キャノン EOS10D はキャノン製デジタル一眼レフカメラのハイアマチュア向け会シリーズであるここでは EOS10D と後継機種の EOS20D、EOS30D、EOS40D、EOS50D、EOS60D、EOS70D、EOS80D、EOS90D について取り上げる EOS10D2003 年3月21日 発売。2002年に発売された EOSD60 のマイナーチェンジ版として登場。当時のライバル機種にはニコンの D100 や D70 がある。店頭での販売価格が20万円を切ったことでデジタル一眼レフカメラがアマチュアにもより身近なものになり注目を集めた e o s 2 0 d o s 2 0 d a 2 0 0 4年9月18日発売。 EOS10D の後継機種。発売当時、同価格帯のデジタル一眼レフカメラで820万画素、5枚、秒の連写機能を持つ機種はなかったため、大いに注目を集め、発売当初は品切れ状態が続いた。2005年には、天体撮影向けの EOS20DA も発売されている。EOS30D2006 年3月17日、発売。 EOS20D の後継機種だが、マイナーチェンジ版でもある。ライバル機種のニコン D2-00 に画素数で劣るものの、大きくなった液晶モニターや高感度撮影時の低ノイズなどは評価された。シャッターの動作耐久10万回を歌う。EOS40D2007 年8月31日、発売。EOS30D の後継機種。 CMOS センサー画素数が1010 10万画素にまで向上した、他、d ジック3ホコリ除去機構、EOS インテグレーテッド、クリーニングシステム、ライブビューなど、プロフェッショナル機の EOS-1、DMAX-3 譲りの機能を搭載している。同機は、フィルムカメラを含む日本国内で販売される EOS シリーズで初めて4の数字を持つ機種番号となった。イメージキャラクターには、 渡辺県を起用している。EOS50D2008 年9月27日発売。EOS40D の後継機種。画素数が1510万画素にまで向上した。また、同社の製品としては、初のディジック4を搭載したモデルである。EOS60D フリップスクリーンを開いた、背面2010年9月18日発売。EOS50D の後継機種。 EOS7D や EOS KISS X4 同等の1800万画素の APS-C サイズ CMOS センサーに EOS デジタルシリーズ初のバリアングル液晶モニターを搭載する。また e o s 二桁シリーズで初めて動画撮影に対応しカメラ内で RAW を現像する機能も備える。趣味なら本気での宣伝キャッチフレーズに歌われるように EOS7D と EOS KISX4 の中間に位置するハイアマチュア向けの機種と言える。なお、このシリーズでは従来の CF カードに変え、本機種から SD 規格メモリーカードを記録媒体として採用するようになった。2012年4月19日には本機をベースとして、ローパスフィルターの Hα 規線透過率を3倍にした天体撮影専用モデル、 e o s 6 0 d a も発売されている。2013年8月29日発売。EOS60D の後継機種。画像処理エンジンがリジック5に変更。イメージセンサーの画素数は約2020万画素に向上し、ライブビュー撮影時、特に動画撮影に威力を発揮する、デュアルピクセル CMOS AF を採用している。2016年3月25日発売。 EOS70D の後継機種。有効画素数2420万画素 CMOS センサー搭載。映像エンジンがリジック6になり、最高約7コマ秒の連続撮影が可能となった。オートフォーカス性能に関しては、キャノン発となる新開発のオールクロス45点位操作 AF センサーを搭載している。また、ダブルズームレンズキットの他に、 いわゆる勾配率ズームレンズである EFS18 から 135mmF3.5 から5.6イズ USM が付属するレンズキットが登場した2019年9月20日発売 EOS80D の後継機種 4K 動画撮影に対応新開発の3250万画素 CMOS センサーを搭載している EOS60D 以降省略された背面の マルチコントローラーが復活した。また、シャッターボタンが、半押しと全、押しで、レリーズの圧力が変化する EOS5D Mark IV、等と同じタイプに変更になった。EOS80D の視野率100%ファインダーと、オールクロス 45.AF センサーの使用を、引き続き継承している。交渉最高約10コマ、秒の連続撮影に対応。画像処理エンジンが、 リジック8になったことで、撮影時に画像に対し、レンズの解説補正などを含む、デジタルレンズオプティマイザーの適用が可能となった。これは、キヤノンの APS-C センサー搭載機の中で、EOS-KISSM に次いで2番目である。その他、シングルスロットとなるが、UHS2 規格の SDHC、SDX-C メモリーカードに対応した。 加えて EOS30D から EOS80D までのシャッター動作耐久は10万回だったのに対し、本機の耐久回数は12万回に強化された。また、デザインが一部変更された。すなわち2桁 D 機としては初めてペンタカバー下部の右手が当たるところのボディに掘り込みが設けられ、がって EOS70D や EOS80D をはじめとする先代機種より グリップが大幅に深くなり、握りやすくなった。ボディ単体の販売のほか、レンズキットとしては EOS80D から登場した EFS18 から 135mmF3.5 から 5.6EAS USM のみとなり、ダブルズームキットはない。キャノンは EOS50D の上位機種として EOS7D を2009年10月2日に発売した。 同社のデジタル一眼のラインナップは、プロフェッショナル向けが EOS-1DX、ハイアマチュア向け上位機種が EOS5D シリーズ、同中位機種が EOS7D シリーズ、アマチュア向けがキャノン EOS キス、デジタルシリーズとなっている。日本国外では2006年9月に EOS400D が発売されている。デジカメウォッチ、Canon。 EOS60D を18日に発売。2010年9月14日閲覧。デジカメウォッチ、キャノン、EOS 初のバリアングル液晶モニター搭載機、EOS60D。2010年8月28日閲覧。デジカメウォッチ、キャノン、天体撮影用の e o s 6 0 d ローパスフィルター特性を変更。2013年3月9日閲覧。 デジカメウォッチ、キャノン、天体撮影向けの EOS60DAR を4月19日に発売。2013年3月9日閲覧。30P29.97FPS 25、25P25.00FPS 24、24P23.98FPS60P59.94FPS、50P 50.00fps ハット、パープルマイナス 80D、80 Canon.jp、2021年1月25日閲覧、ありがとうございます。